はい、今日は久しぶりの、ゴロタバですね。磯というよりもゴロタバです。初島のこの場所は本当に久しぶりに来ましたけどね、今まで長く釣りを続けたフェンスのない新堤防の方ですね、そこはもう工事が再開したので完全な立ち入り禁止です。やっぱり先端のところ、あと湾内にある小堤防、第二漁港、もう全部釣り人ね行かれましたね。そして我々は今日はこの青根と呼ばれるゴロタバで、ね、頑張ってやってみたいと思います。富士山も綺麗です。よし、では一投目行きたいと思います。餌取りのね姿は見えてるんですよね。一緒に来てるジョニーさんが今ベラを釣り上げたんで、ベラあとはスズメダイ、その辺ですかね、見えてるのはね。もう餌ないよね。よし、今日は餌取りに苦戦しますよきっと。ましたね。お、メジナだ。コッパメジナが来ました。あれ、コッパメジナつってもまあまああるかな。どうすかな。ぶり上がるかな。タモで救うかな。タモで救いましょう。よかった。メジナもいるのが分かったんで嬉しいです。これはさすがにリリースしてあげましょう。お、来た来た。おお、いいよ、いい方でしょう。やったでしょ。いいよいいよ。そう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 、オッケーオッケー。よしよし、絶対メジナだよ。メジナでしょ。ああ、突っ込むよ。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。これいい方でしょう。口太ですね、はい、ちょっとサイズ測ってみますか、はい、ね、もうすぐ35ですね、惜しかったですね、はい、34.5 ってことですね。 34.5 ですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、誰か当たりだな。よし、いった。おー、これもメジナかも。メジナですね、多分ね。メジナだよね。おー、メジナだ。よっしゃ、来ました。今度は30ぐらいありそうですよ。ほら、曲がり方がもうねえ、よっしゃ、ね、よっしゃ、30センチはありますね。30ありますね。よし、メジナの姿は見えてないんだけどな。一瞬だけ浮いてきてんのかな。今左に流れてるんで、これはしっかり物にしないと。よっしゃ、った。これはこれもダメ。よし、いった。うん、これは大丈夫。メジナだ。オッケー。そこには行かないで。よし、来ましたね。よかった。よし、やっぱりこうバキューンっていくやつそんなに大きくないですよね。いい方ですよ。おーい、おー、いいサイズですね。おー、いい、いいですよ。ちょっとタモ入れようか。これも33種ありますね。いきますよ、タモ行きますよ。大丈夫です。ちょっと待って。
ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってね。あれ、あ、なんか弾がおかしくなってる。ちょっと待って。ちょっと待ってね。これどうした？あ、折れてる。見て。折れてるんだ。お、やばいやばいこれ。これちょっとジョニーさんの、あの網を貸してもらえますか。上の網だけとこれと取っかえますから。そうですね。そう。メジナもうちょっとね、もうちょっと待機ね。なんかおかしいなと思ったよ今ね。行きまーす。はい、お待ちどさま。行きますよ。OK です。行きました。おお、結構ある。ほら。ありがとうございます。丸々してる。ほら。いいとこかかってますね。おお。これ。よいしょ。ほら、36だ。36.5。36.5。ね、237ですね。はい。うわ、餌取りもすごいな。まあまあ強いかな。あ、そんな強くないですね。メジナだよね。オッケーオッケー、メジナだ。よし、来た。あ、お、サイズアップした。よかったです。よいしょ、これ取ろう。ねえ、38.5、39ですね。やったぜ。珍しいだけど。もうジョニーさんの肩ってかかるじゃん。これつついていいですか？32か3ぐらいかな。
30かな、ありました。もう強引に寄せるしかないですもんね、ここね。強引に寄せないと目に入っちゃうもん。あ、でかくないわ。元気なんだけど、そんなでもないですね。あ、でかいでかい。36。こんな手前に来てから突っ込むのやめてよ、もう。35cmですね。夏の海みたい。メサトリも多いですけど、メジナもかなりいるんですよね。強いかな。強い？強くないでしょ。強いよ、結構。元気なだけか。あ、まあまああるかな。まあまああるか。あるね。35あるか。35ありそうですね。上がってるよね。
でかいですね。サイズはまあまあありますよ、これ。これ長さは39だ。39センチです。当たりだな、今の。こっからどこ行くかですね。よっしゃ。なんで叩いてるんだろう、これ。まさかのアイゴかな。あ、メジノか。おら、おらおらおら、強い。お、強いよ。あ、皮一枚、針が見えてる。やばい、皮一枚ってやつでしょ、これ。こういうメジナがいいですよね、冬のね。こんなとこかって、こんなとこ皮一枚ですよね。あ、ダメだ。あ、それでも36だ。36食ってるね。おら、この30センチぐらいのさ、許します。はい、かなり入ってんな、これ。終わったっけよ。もうかなり浅いですね、また、はい、またかなり浅いとこまで浮いてます。一ひろちょっとぐらい。はい、ありがとう。はい、おー、メジナまた見えてる。ほら、メジナ見えてる、いっぱい。この青ネ入るとき、やっぱり5メートルの玉より6メートルの玉があった方が安心ですね。うん、5メートルだとその辺まで移動して取り込まないと多分飛び込みづらいです。だから手前はこう外にいるんですけどね、メジナも一緒に泳いでるんですよ。だからもうお構いなしで餌取りの中に仕掛けなきゃいけない。よし、った。元気だよな、だけど本当夏みたい。そんなとこ行っちゃダメだ。このサイズで元気だもん。よいしょ。このサイズもいっぱいいるんですよね。やら、よいしょ、よいしょ、はい、入った入った。よし、いきます。気をつけてね、離しますよ、重いですよ、よいしょ。食ってた、なんか食ってたんですよね、僕のは。いや、食ってたんですよ、これ。いえいえ、気がついたら食ってました。お、これもいいサイズなんだけどな。これ持って帰らないと贅沢ですよね。いいサイズだな。はい、ありがとうございます。よいしょ。そうでもないや。またこうやって右に当てて来る感じですね、右手前にね。やっぱここに、その泡目通りですね。ある程度潜った浮きも右の方へ流れてきます。いや、強いんだけどね。強いというか元気なんですよね、本当元気。これぐらいすると何やっても釣れそうですね。何センチなのこれ。35、持って帰ろう。すげえな、もうガンガン来るな。ぶり上がりそうですか。ギリギリのやつ。あ、まあギリのやつですね。横に上げれば
僕のところで上げていいですよ。ビュンって、そうそう、 OK です。はい、それで OK。 よっしゃー、でかいですけどね。これなんでジョニーさんぶり上げたの、これでかいですよこれ。ちょっとうまそう、見て、黒くてうまそうですね。もうぶり上げてガンってやったから、ジョニーさん責任持って食べた方がいいですよそれ。もうそいつリリースしても生きないですよもう。浮きをトリプルゼロからまた005に戻しました。トリプルゼロ早すぎて、まあ釣れてるんでいいんですけどね。当たりが浮きでしっかり飛べるように一回変えてみます。サイズアップしたかな。これはサイズアップしたかな。やばい、そんなに強いの。強一かな。でかいですね。あ、だけど強一ってことでもないかな。なんかそんなに重くないんですよねこれ、こうやってて。ほら、これでも36とかですからね、ほら。ね、36でしょ。34とかあるんですね。34ありますね、これね。ちょっとそのまま、そのまま耐えておいてくださいね。ダブルヒット。あ、これも30センチあるもんね。で、この見て、この兄弟みたいな感じ。ゴミの向こう。あれ大丈夫、オッケダブルヒットさ。そう、絶対折ってはなるんですよ。いい方なんだけどな。こんなの普通リリースしないと。うわ、これ美味しそうだな。じゃあ持って帰ろう。36ですね。36です。
ここでもね、30センチぐらいはあるんですよ、ほら。ねえ。いいとこかかってるし、これは右します。はい、ありがとうね。もうメジナがたくさんいるのは分かったんで、あとはサイズだけですね。36とかあるぞ。ね、36。サイズアップしたかも。やっら、ちょっとサイズアップしたでしょ。ああ、サイズしましたね。よかったよ。サイズアップはした。持って帰ろう。美味しそうだし。ほら、まあちょっとありそうでしょ、ほら。ねえ。ありそうですね。ちょうど38。こんな感じですね。なんでこれ違う日に連れてくれないんだろう。なんでみんなで今日よいしょ。